マグロだ。撮影開始。第4回平手レプリカ杯、いよいよ始まりますね。前回の第3回平手レプリカ杯はマグロの杯と被ってしまったため同時視聴ができませんでした。というわけで第3回の振り返りと第4回の準備についてご紹介していきたいと思います。さて、ここで第4回平手レプリカ杯についてご紹介いたしましょう。第3回平手レプリカ杯は10月31日、そして第4回はですね2021年12月26日18時頃から配信される予定となっております。ルールとしましては、前回同様トーナメント方式、ミニ四駆どころ金魚さんの常設コースで2ラップでのタイマンレースを行っていくといったルールになっております。こちらもリモート参加 OK で先着50名となっていました。今のところもうすでに現在満員御礼キャンセル待ちということですね。こちらが第4回のコースレイアウトになっております。前回のコースレイアウトに比べますと2階部分ができているので、前回よりも全長が長くなっております。今回も前回同様フルフラットコースになっていますね。前回の平手レプリカ杯マシンをご紹介いたします。参加マシンヨホホイ四駆ということで、機械戦隊ゼンカイジャーの2カイザーをモチーフにマシンを作成しました。モーターはアトミック、チャーシは VZ シャーシを使用しております。果たして本番はどうなったのか。というわけでレースの結果としましては、前回は1回戦敗退ということで、まあ1回戦の相手の方が早かった、いい勝負をさせていただきました。前大会のマシンの反省点としましては、アトミックチューンへの過信。前回のコースではトルクチューン2が猛威を振るっておりまして、優勝マシンもトルクチューン2を積んでおりました。フラットレースは絶対的安心感があるアトミックチューンなんですけども、ショートコースであればトルクチューンも選択肢に入れておくべきだったなと反省しております。そんな反省を踏まえて、今回の平手レプリカハイマシンをご紹介いたしましょう。参加マシンニューガンダムレーサーということで、モーターは変わらずアトミックチューン2、シャーシは VS シャーシになっております。今回のセッティングのポイントなんですけども、今までの実績から VZ から VS シャーシに変更しました。モーターについては今回コースが長めということなので、トルクチューン2を使う必要はないかなと考え、今まで通りアトミックチューンにしております。そしてフロント部分、こちらはレーザーパーツを装着しました。これはニューガンダムのサイコフレームをイメージして取り付けております。走行性能的に特に意味はありません。そしてこのマシンの最も特徴的なところ、ボディですね。このボディなんですけども、ベースのボディはサンダードラゴン、中央にありますね。それに対してサイクロンマグナム、アバンテマーク2、ウィニングバードフォーミュラのパーツをあしらってガンダムに見立てております。このそれぞれのパーツは全て両面テープで固定しているので、もしかしたらレギュレーション的にどうなのかなっていうところはあるんですけども、まあそこは主催の判断に委ねたいなと思っております。ちなみにこれ格好を良くするためだけのものなので、正直コスパ悪いです。でもパズル的で楽しいので、ぜひ何かモチーフがあるマシンを作りたいなって時は参考にしてみてください。というわけで、ニューガンダムは伊達じゃない、練習走行なし、ぶっつけ本番。果たしてどのような走りを見せてくれるのか、ご期待ください。